はい、山寺です。今ですね、京阪電車ですね、茅島駅で途中下車いたしました。これからですね、茅島駅の、周辺の酒場を巡りたいと思います。後ほど。はい、今ですね、茅島駅の商店街ですかね、なんかね、こちらの方にですね、朝から飲めるね、立ち飲みみたいなのがあるらしいんですよ。ちょっと行ってみますよ。本当にあるんかな、事前情報ではちょっとね、あると思うんですけどね。あ、ここか、なんかありますわ、大丸さんっていうところですね。ここ、大丸屋さん、ちょっとね、行ってみたいと思います。めちゃめちゃ美味しそう。美味しいですね、どこ焼きめちゃめちゃ柔らかくて、うん、美味しい。あ、そうなんですか。はい、おいしい。そうですね。うまい。これなんかちょっと食べたっていう気がするぐらいのなんかね。他は何かおすすめあるんですか。あとはね、湯豆腐なんですけども、ちょっと暖かいからどうかな。あ、別にいいですよ。湯豆腐食べてくださいよ。あるんだったら。食べます。ちょっと暑いですけど。あ、全然暑くあっても大丈夫。あのお店の中涼しいんで。うん、うまい。もう今ちょっとおでんなんですけど。あ、おでんがね、おでんも良さそうですね。おでんはもう冬だ。はい。最高です。豆腐ですね、うまそう。いただきますよ。もしもし、暑いですね。いただきます。こたばってないで。だしが、美味しいですよ、だし。めっちゃ美味しい。そうね、うん、ね、だしが、ね、美味しいです。だしを楽しむ。ね。あ、そうですね。でもこういうだしで食べる湯豆腐も美味しいですよね。僕こっちも好きです。うん、これがいいですね。すいません、焼酎おかわりいただけますか。はい、お願いします。
ですね。あ、そうですね。はい、今ですね、大丸屋さんですかね。間違ってないね。大丸屋さんに行ってきました。なかなかね、地元密着型のね、居酒屋さんといいますかね、そんな感じでね、なんかね、ここの、お母さんね、すごいね、いい感じの方でしたね。うん、僕にでもね、一元やけども、普通に喋りかけてくれはりましてね、よかったです。もちろんね、撮影許可も取っておりますんでね、あれなんですけど、ここはね、朝から飲めるんですよ。もうね、多分ね、僕ね、ちょっとね、通うかもしれませんね。うん、料理も美味しかったです。ということです。またね、もしよろしければね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また、ありがとうございました。